おはようございます。聞くだけでサクッと夢を叶えるラジオ。えようこそ。船越舞です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは、ノリと勘で人生の波を乗りこなそうです、はい。今日は2019年1月11日金曜日。まずは今日のマヤ歴から。 マヤ暦を使いこなすと、人生が、えー、楽になります。楽に乗りこなせます。なんかこう、イメージで言うと、時計を変える、カレンダーを変えるっていうような、まあ本当にそういうイメージなんですけど、そうするとすごく時間の概念が外れて、私はね、すごく合ってますね。よかったら取り入れてみてください。はい。今日は金ナンバー78。 第2の白の52日間の26日目。白い世界の橋渡しの13日の十三日目。白い鏡、音13の日です。はい。え、マヤ暦では今年は二千えっと、去年の10月26日から今年の7月12日までの260日間になります。今78日が経ったところです。それから、第2の白の 52日間の26日目。で、えー、これは1年間を5つの、えっ、ー、と、52日の1かける5つの塊に分けてあのいるんですけども、その2つ目の塊の26日目で、第一の城っていうのが種まきの時期で、第二の城っていうのが、まあ、単連、洗練の時期っていうことなんですけど、まあ、そのまいた種をこう、水をやり、 えー、肥料をやり、しっかり見て育てる。そして、えー、と、やることとやらないこと、あの育ちの良い,いもの、悪いものを見極めて、育ちの良い,いものを残して育てていくというような時期になります。それから、白い世界の橋渡しの13日間で、今日は13日目です。おもてなし、人と人との橋渡しっていうことを頭に入れて過ごすっていう日になります。それから、白い鏡、 音13の日。白い鏡っていうのは、覚悟を決めるっていう意味があります。音13の日は、えー、没頭するっていう、あの、没頭するっていうこと、それから、あの、13日の,の、ま、区切り、13日の塊で、 カレンダーになってるんですけど最後の13日目ですね今日なので13日間やってきたことの結果を受け取る日っていうふうにそれがギフトっていうふうになってますけどはいでは今日ですねまとめると今日のテーマは覚悟を決めることで道が開ける日っていうふうにしてみました覚悟を決めるっていうテーマで今日過ごしてみて はい、それではですね、えー、このですね、聞くだけでサクッと夢を叶えるラジオ。で、えー、これね、なんでかというと、毎日毎日ゴールを想像してもらうんですね。マヤ歴の今年のゴール、7月12日です。それから、えー、レグレゴリオ歴だと12月の31日なんですけど、 はい。その日のあなたを想像してみてください。あなたは、誰と、どこにいて、何をしていますかそしてどんな気持ちでいるでしょうかで、この時にポイントがあるんですけど、普通に考えると、12月31日って、まあ家族で、えー、ね、えー、っと、紅白を見ながら、年越しそばを食べているとか、なんかそんなイメージ 多分何もなかったらそんな日ですよね。で、あのー、なんかそれ面白くない。別にそれでもいいんですけど、なんかせっかくなので、あの、夢を見ることを遊ぶっていうのが楽しいですよね。だってそれだったら何もしなくても絶対にその日って迎えられるじゃないですか。なんか面白くないな、思うので、なんか、あのー、すごい全然突飛もないようなことを考えてもいいわけですね。 例えば、あの、その日、私ですね、あのた、ちょっとこれ面白い、面白いというか、例えば例なんですけどね、昔こういうことをしたことがあってね、あの、2000年、1999年の12月31日が明けるときに、なか2000年問題っていうのがあったの覚えてますかその2000年問題のときに、あの、 なんか電気が消えるかもとかなんか,なんかパニック起こるかもみたいなのあったの覚えてますかねで私その時にあのなんかインディアンにすごい興味があったんですねであのインディアンに興味があってあのインディアンの関連の本とかいっぱい読んでたんですよそれでなんかふとあのなんか写真で見たあのインディアンのティピーっていうテントがあるんですよねあのなんていうかな円,円錐形で あの、先、あの、と、上が屋根が尖っていて、そっからこう煙が出て、で、中で火を焚いてみたいな、なんか見たことありますかね。そのティピーっていうテントが、どうしても欲しかったんですよ。それで、そのティピーっていうテントを欲しかったけど、なんか、なんか売ってるところ、その時わからなかったんで、あの、自分で作ろうと思って、 で、テント、あの、その時なんかお金がなかったんで、大学、学生だったのでお金がなかったんですよね。それで、テント屋さんに行って、その、中で火がた、たけるテントっていうのは、あのー、普通の薄い生地じゃなくて、なんかキャンバス地っていうか、面でできたものじゃないと、あのー、 中で火を焚くことができないので、その生地を、あの、買おうと思って計算してもらったら、10万円ぐらいかかるって言われたんですよね。それでその、テントを作るためにお金がなかったから、バイトをするとかじゃなくて、あの、知り合いの、大人の、知り合いの人に、あの、言って、あの、こういう、私はこういうテントを作りたくって、 あの、お金がないからお金を出してほしいって言って、なんか1万円ずつとか集めて、10人ぐらいの人に集めて、自分もお金を1円も出さずに、そのテントを作りました。で、その時に、縫うミシンも、家で、家でやる、家にあるミシンだったら、針が折れてしまって何度やっても縫えなかったんですよね。そしたら、 なんかたまたまそれを誰かに相談したら、うちに使ってない工業用ミシンがあるって言って、あの、それもタダでくれたんですよね。なんかそんな感じ。で、結果ですね、私は12月その1999年の年末にテントを作って、その中で友達を呼んで、12時になった瞬間に山の上から 電気が消えるのを見て、見るっていう、見ながらシャンパンを飲むっていうのを思ってたんですけど、それをたす実現して、電気は消えなかったんですけど、中で火を焚いて、料理を作ったりして、えー、みんなで楽しみました。なんかそんなどうでもいいような、ふと思ったことをやってみる楽しさ。 まあちょっと今日の一例ですけど、なんかただ単にいつも通りのお正月を迎えても別にいいんですけど、もっと楽しいことをなんかや,やってみたらもう私はそれは一生忘れられ、忘れられない思い出ですけどね。まあなんかそんなこともいいんじゃないでしょうか。はい。はい。今日はノリと勘で人生の波を乗りこなそうの目次です。で、えー はい。まず1、人生は波みたいに予測がつかない。2、面白そうな波が来たら気楽に乗ってみよう。3、考えていたら間に合わない。4、波に乗れなくても波は何度でも来る。5、まとめです。はい。行ってみましょう。はい。まずは1、人生は波みたいに予測がつかない。はい。で、みんな、なんか、あの、 予測がつくと思って計画とか立ててるかもしれないんですけど、まあ、あの、計画立てること自体はですね、あの、全然いいことだとは思うんですけど、そうは言っても、あの、人生っていうのは波みたいに予測がつかないことがいっぱいあるんですよね。で、波の大きさとか、 強さとかを予測することって全く不可能じゃないですか。で、あのそれなのになんか人生は来年も同じ波が来ると絶対に来るとまあ思ってるっていうか、あの、そうとは限らない。で、私は、あの、 私の人生は結構ね、波がいい、予測できない波が来る今までね、44年間人生だったんですね。なので、これはすごく思っていて、多分割とキャパがあるかなと、まあ思いますけどね。まあ予測つかないんだって思っとけばいいかなと思います。 面白そうな波が来たら気楽に乗ってみようってことで、あの、私ね、サーフィンとかしないし、多分できない気がするんですけど、あの、まあ、波乗りに例えると、あの、多分ね、あの、面白そうな波、あの波乗れたらいいなとか、まあ、いろんな波が来るわけですよね。で、あの、それに対していちいちなんか深く考えないっていうか、あ、なんかあの波乗ってみようかなっていう感じで、気楽にチャレンジをしましょうって。 っってていいうのを思っていますであのじなり面白そうな波っていうのは何を例えてるかっていうとあの、まあ、やりたいことの波みたいなこととかなんかチャンスですよね自分にやってきたチャンスそれになんか面白そうって言ってふって乗ってみるといいなと思うんですよね。波波をを大大事事にに面白そうな波を大事にするだってその波もう来ないかもしれないですからね。 で、いちいち、あでもあの波に乗るにはこうしてこうしてとか、乗れるかしらとか、いろいろ考えてたら波って一瞬で過ぎていくんですね。考えていったら間に合わないんですよ。面白いに波に乗れるチャンスを逃しちゃいます。で、あの、乗れなくてもいいんですよ。 だって波は何度でも来ますからよくチャンスの前髪はあチャンスの神様の前髪は前髪しかないから早くつかまないだとか言うじゃないですかでこれはですね、まあ、そうかもしれないんですけど同じ波は二度と来ないでも波は何度でも来ます似たような波は何度でも来ますだから大丈夫です乗れなくても乗って落ちても大丈夫なんですよ だから気楽にチャレンジしてみることをおすすめします。もうこれは慣れなのであの乗って乗れないとかっても本当にありますよ普通に。でも大丈夫です。はい、まとめです。乗りと勘で人生の波を乗りこなそうまとめ。1人生は波みたいに予測がつかない。2面白そうな波が来たら気楽に乗ってみよう。3 考えていたら間に合わない。4. 波に乗れなくても波は何度でも来る。ノリと噛んで人生の波を乗りこなそうでした。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき望む未来を作り出せますように。いつもあなたのことを応援しています。私と一緒に毎日学んでサクッと夢を叶えましょう。 はい。よかったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。よかったら毎日聞いて、聞くだけでサクッと夢を叶える。ラジオ。今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。